こういう会社に投資したらダメだっていうのがあるんですけれども、社長に自伝を渡されたら儲からない。あのピボットの入り口に佐々木さんの本があるんですよ。日本の人って9割ぐらい株やらない人だから、巷の中の情報の中に儲け話がいっぱいあるんですよ。本屋さんに行けばいいです。株の本がいっぱいあるってことは株のピークであることが多いから、そうか、服を脱いでスリッパで履き替えるからして業績が良くない、テレビ局って結構スリッパの人多いですよね。一番よく見てるものの一つは受付の傘、傘ぐっちゃぐちゃになってる会社だと結構ダメかもしれない。会社の経営者に質問した時に犬と散歩するのが楽しいってことを言ってたから、ダメだなと思ったんです。好きな時間と聞かれると、ワンちゃんとドッグランって言ってたんですけど、もう二度と言わないマネースキルセット資産運用ヒューイゴー。短期的でも損したくない、長期でもめちゃくちゃ儲けたい、これいいじゃないですか。いいじゃないですか。いいじゃないですか、これをするためには、これ僕いつも考えてるんですけど、これがちっちゃいのを狙うんです。PR が低い最初の。PR っていうのはだいたい今日本の平均が15、16、あ、よくしてますね。これ以下とか平均以下じゃないですか。何倍にもなる会社っていうのは、これがちっちゃいけどバーンと上がったら二重に儲かっていくことになるので、そうすると PR が10倍、これ倍って言いますね。10倍でも低い会社を狙うと短期的にも損しにくくて、で長期的に見るとドーンと上がる可能性がある。そうなんだ。じゃあ PR の一つの考え方はそこなんですね。そう、ただこれが必ずしも簡単でないのは、PR が低いっていうのは、多くの人が成長しないと信じきってる、そうですよね。だからドン・キホーテはみんなが成長しないと信じた、だから PR が低かった、だからそこを出し抜けたらめちゃくちゃ面白い。じゃあこの PER が10以下の企業を見つけて、そこからどうするんですか。だから10倍以下の銘柄群があったとしたら、やっぱり行くんですよ。それでカードをめくりに行くんですよ。だからどれだけカードをめくるかなんです。でカードをめくっていくと、これ楽しいのは、この全てネタなんです。新しい情報とかって全ていろんなもののネタになるじゃないですか。だから私いつも投資で成功するために一番いい場所の一つは有楽町の前にビッグカメラじゃないですか。例えばあれを、まあ3ヶ月に1遍ぐらいでいいから、あの地下から上までフラフラっと回ることですよね。ビッグカメラでもいいし、ヨドバシでもいいし、どこでもいい、百貨店でもいいんですけれども、半日もかかんないうちに、まあ回れます。地下に行って、地下のカメラ売り場みたいになって、カメラとかそういうのがあって、こうだんだんテレビとか売ってたり、それからあのヒゲ剃りがあったり、美顔器があったり、いろんなものあるじゃないですか。でそこを全部見るんです。全部見て、でいろいろこう聞くんです。店員の一人にね、最近何売れてますかとか言って、そうすると今シャープのこういう製品売れてますよ、でなんでですかって言ったら、こういう機能がありますってこう見せてくれるわけですよ。でそうすると、でそれがこういう今まで見えなかったものをめくりに行くことなんで、そうすると世の中が見えてくるわけで、あ、最近のヒゲ剃りの展開ってこうなんだとかね、こういう方の技術の方で未来が開けてるんだって分かる。それを3ヶ月に1遍ぐらいまた行くと変化進化が分かりますよね。あのシャープの製品売れてるって言いましたけどっていうふうに言ったら、いや今新製品が出て、今実はソニーのこれが売れてますとか言うと、でその情報は実はアナリストとかファンドマネージャーよりも先の情報を得られるかもしれない。そうですね。やっぱり会社の数字が出てくるのは現場の売り上げが上がってからしばらくして2ヶ月3ヶ月後ぐらいに決算が出てくるわけなんです。日本の人ってあの9割ぐらい株やらない人だから、アメリカとかだとそういう情報があったらみんなよし買うぞっていう風になるんだけど、ほとんどの人買わない人ばっかりだから、巷の中の情報の中に儲け話がいっぱいあるんですよ。だってみんなそれ見て買う人いないから。そうすると何も歩いてないとこういうふうに見えるんだけど、でも歩き回ってこう札を開ければ儲け話にあふれてるんですよね。でそういうところを見に行って自分で体験しっていうようなことが、実はこの儲かる人になる、儲かる人になるっていうのはそういう目で
周りを歩き探索し、そしてワクワクし、多分仕事のネタにも出てくるでしょ。この間さ、こういうの見たんだけど、これ知ってると言ってね。ちなみにこのことは僕は学生さんにおすすめしててね、就活生、とにかく百貨店とかそこで学んだところをメモ取って、何が売れてる、何がどうなってるってところを聞きまくって書いて、それを1年ぐらいやってごらんと、3ヶ月に1回そのノート持ってっただけで多分就活通るよって言って。だってどの業種であっても、実際にこう自分が街を歩いて街の情報を集めて、そして多分面接官よりも情報を知っていて、いや今売れてるゴルフボールってなんかどういうのか知ってますかとか言って、実はこういうタイプでゴルフボールの革命があったんですよみたいな話とかする子がビジネスでいきそうじゃないですか。実は株式投資と仕事ってすごいつながってて、儲かる人っていうのになるっていうのは、ビジネスとか世の中のことを深く知るってことが大事なんですよね。そうすると株式投資を通じてこれで儲かるかもしれないんだけれども、実はこういう株式投資の観点ですることによって出世するとかね、いうふうになる。そしたら給料も上がるし、やっぱりでも全ては現場からですし、それこそでも芸人さんとかもすごいいいですよね。例えばネタを作るときってやっぱり街の様子とか人見て選んでたりするじゃないですか。あと何々大好き芸人さんとか、そういうのって結構実はこの企業とかに置き換えて考えたらものすごい見えてたりするんじゃないかなと思いましたね。例えば人間観察なんかですごくいいことでおすすめするのは、ツイッター、まあ、今 X ですかね、をめちゃくちゃフォローすることなんですよ。フォロー、だから我々がもうフォローする、だから僕いつも自分のフォロワーさん、まあ、何万人もいるんですけど、それもフォローバックしていて、それをなんか毎日5分とか10分ぐらいそれを見るようにしてるんです。例えば何か事件があった時に、その事件の反応とかをざーっと見るんですよ。そうすると世の中の人はこう思うんだなっていうことが分かるんですよ。だから私は結構いろんな人たちをフォローしていて、山梨の果樹農園に東京から嫁いだ女の人で、そして5年ぐらい前に離婚して、それでシングルマザーだって、今果樹園を引き継いで経営してるとか、まあ、いろんな人がいるんですよ。世の中いろんな人がいてね、そういう人がどういうふうなことをつぶやいてるかということを見るんですよ。そうすると人間理解が進むじゃないですか。でそういうことが結果的にあこういうこと流行るんだな、とこういうこと言うと人って怒るんだなっていうのが、その毎日チェックできるようなもんなんでね。そうするとじゃあ広末さんと鳥羽さんの不倫みたいな話があったら、そのことみんなわーっと語るじゃないですか。それを世の中どういうふうに語るのかなとか言うと、意外に同情的なんだなとか、やっぱりこう激烈に怒る人もいるんだなとか、あと多分こういうタイプの人は喜ぶとか怒るとかいうのを知ると、なんか人間のこと分かるじゃないですか。でマーケットっていうのはそういうものの集大成なんで、こういう会社が上がるか上がらないかっていうことを見るときに、まあ、世の中の人ってどんなふうに思うのかということを知ることが大事。っていうのは株式市場っていうのは自分の評価じゃなくて世の中の人の評価がこれを作るわけですよ。そうですね。でさらに未来の世の中の人を評価できたら、この上昇できるものを見つけることができてより儲かるんで、そういう目で見ることがすごく大事なんですね。なんかこう具体的に我々ができるアクション、ありますあります、めちゃめちゃあります、これも お金ゼロで皆さんが街に行って分かることがあります。本屋さんに行けばいいんですよ。本屋さんていうか、こういうのって結構足でやるんですね。そうです。そうです。イメージと全然違った、ね。PC めっちゃあって、スマホもあって、こうチャート見てるもんだと思ってたんですけど、あれはそれ結果なんですね。結果を見る場所なんですね。でも未来の予測っていうのは、やっぱり今起きてることを探索しに行って、コンピューターの中にあるわけではなくて現場。で例えば本屋さんってすごく面白い場所で、実はすごい中の本って動いてるんですよ。動いてるって何かっていうと、本って
ものすごい弱肉強食の場で、僕の本買ってくれ買ってくれないと僕の本が返品されて燃やされちゃうんだよみたいな風になっていて、実際に1ヶ月ぐらいで言うと半分以上の本が回転しています。なので本の売り場の現場っていうのはめちゃめちゃ流動的 でめちゃめちゃダイナミックに動くんです。だから本ってめちゃくちゃ世の中の世相を反映してるんですよ。で株式市場が温まってくると本屋さんが株の本であふれかえるんですよ。あそうか、むしろそうだって、あの売れるから、世相燃えてるから、そうするとこんな私でも1億円とかね、あのそういう煽り系の本が、株の本がいっぱい出てくる。確かに米国株最強みたいな、米国株最強なんとか投資法とかいうのがずらーっと並ぶんですよ。でもマーケットっていうのはこう上がったり下がったり上がったり下がったりします。あの普通こういうふうになるんですね、こういうもんなんです。でこういう時に大体株の本でいっぱいなんですよ。だから本屋さんに行って株の本がいっぱいあったら少し株の比率を下げるっていうふうにすると、あの長期的には大きいことが多いです。なんでかっていうと株の本がいっぱいあるってことは株のピークであることが多いから。そうか、じゃあこの時にどういう本があるかっていうと、株の本がほとんどなくなってるんですよ。株が下がってくるとそれで何になるかっていうと癒し系の本になってきて、そんな私も許しましょうとか、占いとか癒し系とかヒーリング系とかの本がいっぱい並んでたら買い時なんですよ。マジっすか。そうです。それだけで投資するわけじゃないけど、ほとんど癒し系の本で株の方が売ってないやって言ったらドーンって買うと大体うまくいって、それってアマゾンのブックランキングみたいなのじゃダメなんですか。アマゾンのブックランキングってやっぱりラノベが多いんで、ラノベとかあと芸能人 あのイラストとか多いから、だから割とあの世相を意外に反映しにくいところがあって、だったらその現場の実際リアルな書店でどういうものが並んでるか、打ち出してるかって見た方が分かりやすい。そうなんですね。これはでも確かにもう明日からできますね。確かに。これはまあ本屋さんってとはいえ瞬間的に変わらないんで、3ヶ月から半年ぐらいでそういう目で見てみるということをした時に、今本屋さんどうなってるのかなというところを見るといいと思いますね。いや本当にこれ基本的な考え方ですけど重要なことですよね。はい、それを含めてじゃあ今度2番伺いたいんですけど、伸びる会社伸びない会社の法則、伸びる会社と伸びない会社に法則があるんですか。はい、伸びる会社と伸びない会社の法則って本も出していて、これ日本の銀行マンとかそれから公認会計士が実は密かに読んでる本なんです。でこういう会社に投資したらダメだっていうのがあるんですけれども、まあ例えばまあ社長に自伝を渡されたら儲からない、こうしない。社長自ら、社長自ら、これどうですか、これ僕の本なんだけどって言ったら、ほぼ儲からないってことが多いですね。あのピボットの入り口に佐々木さんの本があるんですけど、社長の本が並んでるんですけど大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。大丈夫か、まあ、例外はいっぱいあるということで、例外もあるんだ。まあ特にあれですよね、比較的年配の社長さんで、いや俺はもう成功したからというような成功者マインドになってる人、で自慢話ばっかりみたいな人はダメで、やっぱりその当たり前なんだけど、これから伸びる人っていうのは未来の話するんですよ。そのイーロン・マスクとかすごいのは俺成功したって話じゃなくて未来の話ばっかりするじゃないですか。もうあの人なんか現役で、だからテスラはあのまあどうなるか分からないけれど、少なくともイーロン・マスクそのものはガンガンやる気の人だと思う、成熟してない人ですよね。でも結構日本の会社で成功してる人だと、いや僕みたいにねこう成功する方法を教えてあげようみたいな感じになっちゃうんで、そうなると大体会社終わってる、ね、渡されたことあるわあるでしょうね、いろんな現場ね行かれて、あもうあそこダメなんだ例えば、実際にあった話なんだけれども、なんか昔流通業の会社で、自分の会社こういうふうになりたいんだってことをもう熱っぽく語って、未来のことを語っていって、会社伸ばすんだよって言ってね、こうやって未来を開くんだ、お客様喜んでもらいたいんだって話を言う社長がいて、投資したんです。すごい成功したんです。
で7年後に会って、今最近何ワクワクしてますかって話をしたら、犬と散歩することかなって言って、いや犬と散歩することはいいことだと思います。でも会社の経営者に質問した時に、近く の, あの公園で犬と散歩するのが楽しいってことを言ってたから、ダメだなと思ってたんですよね。あ、そうなんですか。そういう姿勢も見るんですか。企業の経営者まだ社長だったから、会社終わってるじゃないですか、いやもうそうなんだ。いやだからその時にそれも株売ったし、会社の業績ボロボロになりましたよ。なんだんですね。ただすごい大事なのは、あの一代でそうやって成功した方ってこう下がってもですね、悔しがるから、そういう時にまた戻ること多いんで、だからあいつは終わったっていうふうに言っちゃダメで、成功する人ってこういうアップダウンはあるんだけど、少し傲慢になって下がるとかなっても反省してなんかすごいガッツで戻ってくるから、だからそういう面で見ればもう一回こっちも儲けることができるんです。だからやっぱり侮っちゃいけない。あと割と有名なのは豪華な新社屋、ピカピカのビル建てた時が、あの業績のピークってことすごく多くて、あ、なるほど。やっぱり社長さんが犬の散歩とよく似てるかもしれないんだけれども、いや俺成功したんだ、もうこれでなんか人生のピークだっていうところを感じたり思ったりすると、やっぱり会社って傾いてきますよね。あのこのスリッパに社内で履き替える会社絶対 NG っていうのは、これどういうことですか。最近減ったんだけど、昔結構多かったのは、地方の会社とかに行くと、本社ビルに行くときに靴を脱いでスリッパで履き替える会社って結構あったし、今もあるんですよ、はいはい。でもそういう会社って過去の経験からすると、あんまり業績が良くない会社が多いですね。これは想像なんだけど、おそらくその社長さんとか会社の経営者が、その会社のことを自分のお家みたいに考えてるんだと思うんですよね。こう靴を脱いで履いてリラックスしてみたいなね。そんなところも影響するんですか。やっぱりそれはやっぱりこう心の反映だと思うんです。要するに会社を見るときに、こう会社隅々まで見てるんですね。で例えばカレンダーとかあるじゃないですか。カレンダーが、まあ、例えば9月になったときにまだ8月のまんまとかね。それから僕よく見てるところで、多分一番よく見てるものの一つは傘ですね。傘、傘、受付の傘、傘、受付の傘受付のところの傘立てのところに、晴れてるのにめちゃくちゃ傘がいっぱいある。で整理されてなくて、さらにそういうところだと、こう下のところにあのこうスルメみたいになってるあの傘がこうやっていたり、あ、もう要は整理されてないもんですよね。もう、だからそういう会社っていうのは、社長さんも部長さんも、場合によってはそれを見てる若い社員もそれを放置してるわけですよね、はい、いいと思ってるんですよ。でもおかしいじゃないですか、はい、その整理整頓されてない状態っていうのは、はい、いろいろ見てる中でもやっぱりその傘立てがちゃんとこう綺麗になってる会社と、ぐっちゃぐちゃになってる会社だと、やっぱり業績って面で見ればすごいあの歴然の差がありますよね。だから大事なのは観察なんですね。テレビ局って結構スリッパの人多いですよね。確かに。ちょっと泊まり込みで編集しなきゃいけないからとか、スリッパに履き替えるみたいな、確かに人多くなかったですか、うん、僕でもちょっと思ったんですよ、その時。これ社外の人もたくさん来る会社なのに、スタイルに違いがありすぎるんじゃないかな、まあそうですね、これもしかしたら他の人から見てたら、え、なんでこんな感じで働いてるのって思われるかもしれないとか、例えば僕がいた部署とかでも、まさにそういった傘置き場だったんですよ。全然整理整頓されてないみたいな。あの別にあれですよ、前職批判とかじゃないですから、ね、でもだから僕それ言ったんですよ、はい、それをが改善しましょうって言って、はいはい、その部屋をもうこう引っ越しましょうみたいな、はい、別のあの部屋にしましょうみたいな提案を結構そこまでやったんですけど、でも誰も気にしないですよね、やっぱりそのもうそこが当たり前になっちゃう。でも実際そうやって他の人が来た時に、そういうのが目について、あ、どうなんだろうこれみたいな、藤野さんもし来てたらダメかもなって思われてるかもしれないじゃないですか、確かに。もちろんあの大事なことはたった一つのことだけで判断しないですよね、でも会社訪問したら傘立てに傘がいっぱいあって、それで整理整頓されていなかった、って思うわけです、それで社長に会ったら自慢話ばっかりだったとかって思うわけですよ、でそういうことの一つのこう証拠の重ねていく感じなんですね、それで実際に廊下を通ったら
時計が5分とか10分ぐらい遅れてる時計があったとかね、いうのが次々に出てくると、これ結構ダメかもしれないというような判断になるんですね。で、大事なのはたった1つか2つぐらいのところでこれはダメだとか良いとかいうような、まあ、それほど単純なものではないけれども、でも良いと思う兆候がいっぱい出てくるとかね、例えばなんか社員がはつらつとしていて颯爽として歩いてるとかね、でダメな会社ってなんかみんなこんな感じなんですよなんとなくこんな感じ でこう歩くとですね、こう僕お客さんじゃないか、知らない人でしょ、こう通るとこういうふうになってチラッと見たら君見てるわけじゃなかったよみたいな感じでこうと背けながら歩くみたいな人が一人ぐらい、なんか昨日で失恋したとか言ってそういう人もいるかもしれないけど、次から次へとそういう人が現れたらこの会社やばいかもしれない、それで傘立てが傘がぐっちゃぐちゃになってるとか言ったら、ね、ほぼアウトじゃないですか、ただ一方で傘もちゃんとこう綺麗になってて、で社員がこう前見ておはようございますとか言って、こう声かけてくれるとか、挨拶もいろいろでね、営業会社だとチュースみたいな感じで次々に現れる人もいるから、はいはい、いろんな人格が現れますねなんかそれぞれの人がそれぞれの自然な感じでおはようございますとか、そういう、こう自然な人たちが次々に現れてくると、もう多分いい会社なんじゃないかなって思いますよね。先生がこう実際に投資したくなった会社はどういうところだったんですか、具体的に言うと。例えば、はい、今じゃないんだけれどもだいぶ前のスタートトゥデイとか、スタートトゥデイ、ZOZO ですね。ZOZO がスタートトゥデイって名前の会社だった時に前澤さんがまだもっと若くて、はい、今みたいじゃない時に、はい、いや今がどう見えてるのか分かんないですけど、今絵とか買いまくってますからね、はい、まあ成功者、はい、その時に ZOZO に行くとですね、すっごい笑顔がいいんですよ。でもうとにかくいい雰囲気の社員ばっかりで、はい、社内のムードがめちゃくちゃいいっていう会社だったんで、上場した時にこれはいい会社だと思って投資をしたみたいになって、はい、そうしたらやっぱりそうだったっていうのがあるんですよね。でやっぱり伸びる会社のその条件とかいうのは結局やっぱり人の集合体なん でその人がやっぱりはつらつとして元気で、そして前向きであるかどうかってことを見ることが大事。でもそれはもちろん本社の中に入れないけど、現場に行く、現場っていうのは例えばレストランとか、はい、それからお店とかあるところはそこに行くと、それこそがそこの社員さん、雰囲気はその会社なんで、はい、あそこなんかいいなとかね。でも隅っこの方でなんか人話したり、なんか雑談が多いなとかいうと、そういう雰囲気だというのが分かりますよね。そういうところのアンテナを立てることが結果的にビジネスが分かるようになるし、会社のことが分かるようになるし、その観点でいくと投資も成功する可能性が高くなる。はあ、いやでも一貫してますね。やっぱりそういう意味ではちゃんと自分の目で見て肌で感じたことっていうのを、まあ、正しく投資の方に生かしていくっていうことが重要ってことですよね。そうなんですよ。だからとても大事なのは自分の自己成長がすごく大事で、自己成長すれば自己成長したものをあらゆることで稼ぎに使うことができるし、全部良い方向に行くんですね。だからこことも関わるんだけど、儲かる人になるっていうのは結局良い消費者になる、良い人になる、人間観察に優れている、あと好奇心がいっぱいだということになると結果的に儲かる人になっていくんですよね。当てはまってると思うんですけどね。そう考えると、なんか私たちもいろんな人見てるし、ね、いい消費者だし、なんで儲かってないんだろうな。その時間軸じゃないですか。時間軸をどう見るか。だから投資で最後大事なことは何かっていうと、どの時間軸でどういう行動をするのかっていうのはすごく大事なとこかなと思いますね。ということですね。もう儲かる人になる方法はもう今おっしゃってた、やっぱり見るってことですか。見る、まあ、やはり観察する、はい、やっぱ人間観察とか会社の観察とか世の中の観察とかをする、はい、でもその時にやらされるっていう感じはつまんないから、はい、ワクワクするとか好奇心がいっぱいっていう人の方が情報入ってくるじゃないですか、はい、あと興味がいっぱいな人の方が見えるものが多くなるんですよ、はい、やっぱ人間って興味のあるものしか見えないんですよ、うんうん、渋谷の近くの交差点のところに
あのすごい巨大な足場の広告があるんですよ、うん、もうビルぐらいの、はい、そこはみんな知らないんですよ、うん、あのそこにほらあそこに足場のでかい広告あるでしょっていうふうに言っても、はい、みんな見えないんですよ、はい、足場に興味がないから、はい、ところが建設関連の人はみんな知ってるんですよ、その足場を、その 足、はい、足場の広告を、はいはい、なんでかっていうと関心が見えるんですよ、はい、っていうことは世の中のものを見るためにどういうことが大事かっていうと、あらゆることに関心を持てば見えることが見えるんですよ、うんうんうん、足場に関心持つことないと思うんだけど、はい、結構関心あるんですよ、なんでか投資先でもあるから、はい、そうすると足場の広告が目に入るんですよ、はあ、表参道の交差点の上にサマンサタバサの大きな、うん、あのこう広告がビルの上にあるんだけど、うん、結構女の子は見てるんだけど、うん、男性ほぼ知らないんです、うん、なんでかというとサマンサタバサに興味ないから、ニーサはニーサ、ニーサ、なんかそういうの分かりますよね、だから現場を見るのは分かるんですけど、はい、まあ儲けたいんですね、はい、そうなってくると、はい、やっぱり積立ニーザとかニーザの商品って見えないじゃないですか、はい、どこを歩いても、はいはい、これどうやったらいい、じゃあ投資信託を選べるのかとか、はい、ちょっとはい、欲しいですね、そういうの、そうですね、はい、積立ニーザの商品ってのはもともと限られてます、はい、だから限られてる商品なので原則いい商品が並んでます、ほう、なので変な商品が あまりないと思います、はい、だから積立ニーサの中でいうと原則はまずインデックスかアクティブかというところだと思います、はい、インデックスは成績に差がないので、はい、じゃあいい商品を選ぶってみるとアクティブの中で、はい、アクティブの中で差があるってことですね、うん、でアクティブの中でじゃあどういう成績を見たらいいかっていうと具体的な数字ですね、うん、10年とか15年とか、はい、なるべく長い時間の中で成績がいいものというふうに選ぶといいんじゃないかなというふうに思います。というのは短期間でいうと勝った負けたっていうのはあるんだけれども、でも10年ぐらいの成績になってくるともう実力を反映するので、まあ10年ぐらいの成績でまあ他のファンドよりも良いものを選ぶというのが一つの方法かなと思います。だから例えば奥野さんという人がいるんですけど、はい、その大船みたいな商品はこの間積み立てニーサに選ばれたんじゃないかなと思うんですけど、はい、そういう、まあ、誰がやってるかはっきりしていて、うんうん、過去の成績がいいようなファンドっていうのはあると思います、うんうん、もちろん僕らのひふみっていうのももちろんおすすめだと思います、はい、そうか、だから誰が運用しているのかっていうのも重要、そうですね、一つの指標にしていいということですね、うん、そうですね、だからその人が好きとか信頼できるとかいうのはとても大事なことだし、だからインデックスの場合はそれは関係ない、まあ、関係ないですね、関係ない、で世界だと 95% ぐらいファンドマネージャーの名前と顔が出てるんだけど、日本で出てるのって 5% ぐらいしかなくて、うん、そうだね、だからやっぱりちゃんと顔と名前を出してるファンドを選ぶ方が、はい、まあ、納得いく結果が出やすいんじゃないかなというふうに思います。そうですね、本当に今までこう顔が見えてなかったですね、うん、投資する上で、うん、なんとなくその数字だけのところで目先のもので判断しちゃったんですけど、今日一貫してそういうことですよね、うん、ちゃんと自分で見て分かるっていうのはそれは別に投資信託でもどんなファンドマネージャーがやってるのかっていう、うん、その顔が分かるっていうところで信頼ができるかどうかっていうのは自分で判断できますよね、そうですね、確かにテスラ社の傘立てぐちゃぐちゃかもしれないですね、もしかしたらねテスラ本社ね訪問してみてもぐしゃぐしゃでね、みんなスリッパかもしれないですもんねそしたらこれ違うんじゃないかっていうですね、でも本当まさにこのゴールはデフレのからインフレのへと、うん、こういうふうに分かってくると、はいはい、日々のこの過ごし方とか、うん、まさにこう街の歩き方とか見方が変わってきますもんね、そうなんですよ、だから生き生き人生をどう歩むのかってことは大事なので、やっぱりそこをなんか人生暗いなとか、うん、それからなんか何も面白いことないんだと思うんではなくて、うん、チャンスにあふれてるんだというような思考の人がビジネスでも投資でも成功しやすいんじゃないかなと思いますね、いやー、林田さん今回だから基本的なところかもしれないですけど、はい、なんかもうマインドセットからまたちょっとあれですね、やっぱここなんですね、ここなんですねあと資産運用って足で稼ぐんだっていう意外性ありましたね、実際に現場に行って
あと僕インタビューとかで結構好きな時間とか聞かれると、はい、ワンちゃんとドッグランって言ってたんですけどあれこれまずいな、もう二度と言わないです社長じゃないからいいですよね、ある種社長みたいなもんじゃないですか、ね、芸人さんだってそれはね、そイグジットという会社だったりするわけじゃないですか、二度と言わないですね、生き生き生きるためにはインフレのからインフレのへということですので、はい、本当に藤野さん今日は貴重なお話どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。マネースキルセットをご覧の皆様、ご視聴いただきありがとうございます。このコンテンツでは株、住宅、保険などあらゆる金融のプロフェッショナルから資産運用に必要なスキルセットを学んでいきます。我々だけでなく見ている皆様とも一緒に学んでいきたいので、こんなことを学びたい、こんなゲストを呼んでほしいなどなど、そういった声もですね、ぜひコメント欄に投稿しちゃってください、はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろたのです。